地域圏急行輸送、地域圏急行輸送、地域研究工、校輸送、フランス語、トランスポートエクスプレスリージェノルは、フランス国鉄が地域圏ごとに行っている鉄道、およびバスによる旅客輸送サービスである。通常はテア、テーブーエルと略される。ロゴタイプは小文字でテアと表記される。レジオン、地域圏高速交通と略されることもある。列車種別上は、 テアは、追加料金不要の地域内列車の総称であり、JR で言えば、抗議の普通列車に相当する。フランス本土の大陸部分の地域圏のうち、イルイコールドイコールフランスを除く20の地域圏に、テアがあり、テアアルザス、テアアキテーヌのように地域圏名を付けて呼ばれる。イルイコールドイコール、フランス地域圏には、テアはなく、 フランス国鉄のパリ近郊部門であるトランズリアンが地域圏内の輸送を行っている。また、コルシカとコルス地方公共団体のコルシカ鉄道もテアとはなる制度で運営されているが、テアの一種とみなされることがある。テアは、運営組織は各地域支社で、なおかつ地域圏政府から補助金が出されるのが特徴で、フランス国鉄の直営列車、TGV。 コライユなどと区別される。ただし、旅客営業上はあくまで、フランス国鉄の普通列車であり、乗車券類は共通化されている。例えば、同じ区間に、コライユ、料金不要と、テアがある場合、列車指定していない、乗車券ならどちらに乗っても構わない。また、ユーレールパスなどの鉄道パスも通用する。フランスでは、第二次世界大戦後、 モータリゼーションの進展により、地方のローカル線の廃止、バス転換が相次いだ。地方自治体は、ローカル線の廃止は、地方経済の衰退につながるとの危機感を抱き、フランス国鉄と協議して輸送サービスの維持に努めた。古くは1970年にも、ゼルケンとムルトイコールへイコールモゼルケンが、ナンシーメスティオンビル間の輸送に関して国鉄との間に協定を結んだ例がある。 地域圏の制度が発足すると地域圏が地方交通政策を司るようになった。1980年代にはほぼすべての地域圏が地方公共輸送計画を策定し国鉄と地方交通に関する協定を結んだ。1984年には国鉄の地方輸送部門が地域圏別に分割され、テアが発足した。ただしこの時点では 地方交通に関する補助金は国庫から支出されており、地域圏の権限は限定的なものだった。1997年にアルザスなど6つの地域圏で試験的に国から地域圏への地方交通に関する権限の異常、地域圏化が行われた。国はこれまで国鉄に直接交付していた補助金を一旦地域圏に交付し、 地域圏はこれに必要に応じて独自の財源からの補助金を加えて国鉄に交付するようになった。地域圏は輸送計画の策定に加え、運賃やサービスの決定、車両の調達、交通弱者に対する運賃補助など、より積極的に手アに関与するようになった。1999年にはリムルザン地域圏でも同様に権限の異常が行われ、2002年には イルイコールドイコールフランスを除く全地域圏で地域圏化が完了した。一例として2007年のピカルディ地域圏予算における地方交通に関する支出を以下に掲げる。総額は2億7800万ユーロで、これは地域圏予算の27%に相当する。このうち約8割が公共交通機関に使われている。テアは tgv や行為のように、テアの制度で運行される列車を指す列車種別としても用いられる。ただし列車種別としてのテアには、各駅停車から主要駅にのみ停車する優等列車まで多くの種類ある。またテアの路線は、必ずしも地域圏内に留まらず、隣接する地域圏や、隣国の主要都市まで直通する列車もある。列車種別としてのテアは、 トレインエクスプレスリージェノール、地域圏急行列車の略であるとされることもあるが、地域圏によっては、このような表現を用いずトレインテア、テアの列車のように呼ぶところもある。タージフは TGV 用の高速新線、LGV を経由して運行される、テアの列車である。テアノールイコールパドカレーには、LGV 北線を経由して、ディール、ディールウロップ駅とダンケルク及び、 ブローニーイコール種類イコールメールを結ぶタージフがある。車両は TGV のものを使用するが、制度上はテアとして扱われる。他の地域圏でもタージフの計画がある。テアに関する権限の地域圏化後、多くのテアで地域圏の補助金により、新型車両が導入された。これらの多くは、単行から四両編成程度までの単編成の電車、または、機動車であり、 アルストムやボンバルディアなどが製造している。また、地方では、プラットホームの低い駅が多くあるため、バリアフリーに排除し、ホームとの段差を小さくした、低床構造を採用した車両もある。このほか、テア制度の発足以前に製造された、旧式の客車、電車、機動車なども一部路線で使われている。幹線系統では長距離列車用に製造された、 古来有客車や牛客車も使用される。AGC、オートレイルグランドコパして、大容量の動力分散方式車両のいは、ボンガルディアが2004年からテア向けに製造している車両である。動力方式の違いにより、以下の4種類がある。いずれも、連接構造の3から4両編成、B82500 は4両編成のみ、で、 動力の違いを除けば車体はほぼ共通である。最高速度は時速 160km。両端の先頭車が動力車で中間に付随車1両、または2両を挟む編成であり、各車両の中央にドアがある。先頭車のドアと運転台の間以外の部分と中間車は低床構造となっている。異なる種類の AGCO を連結することもでき、例えば、 ZGC と BGC を連結して直流電化区間を走行させるといったことが可能である。内装の違い、一等車、ビューフ,フェ車などにより、さらに細かく分類できる。B82500 型は、テアのほか、2008年から、ビルイコールドイコール、フランス地域圏のトランズリアンでも使用される予定である。テアは、バスによって運行される便も少なくない。 正確に言えば、列車代替バス便である。テアのバス路線は3種類あり、第1は、鉄道が廃止、休止された区間の代替バス。第2はラッシュ時のみ列車を運転し換算時間帯のみ、バス便とするもの。第3は、各駅停車便のみ、バス便とするもので、この場合は、優等列車、コライユや TGV、快速運転するテア列車、貨物列車のみ鉄道線を走る。 各駅停車のみバスになるのは鉄道駅が街の中心から離れているような小さな街へ停車するためである。LGV 上の TGV 専用駅と周辺の都市を結ぶバス路線もある。いずれのバス便も列車と同じ扱いであるため鉄道線の運賃が適用され、また u レールパスなどの鉄道のパスでも乗車が可能である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。